皆様こんにちは政治アンターティメントニュースに関するジャネルでございますこれから本日のトップニュースをご覧ください松本人志ジャニーズ大賞の中井に言及昼にショートメールは来てたけど漢字間違えてる中井に「松本言及2020年2月23日10時11分」 スポニチアネックス写真拡大ダウンタウンの松本人志56が23日放送のフジテレビワイドナショー日曜前10-00に出演中井は3月末でジャニーズ事務所を退所し4月から個人事務所のんびりな会で活動レギュラー番組もすべて4月以降も継続することになっ外部サイトジャニーズ側から引き止められず中井正宏 なんでだろう中井雅宏大書会見。17、対書より重かった。解散の決断。まだしばらくスマップの中井君なのかな中井雅宏大書。会見。14、NG 質問なしの会見すますませ謝罪の思いも語る。これがベストと、なく、独立は、誰にも相談せずに一人で決めた松本人志に、報告は。2、中井雅宏が、 ジャニーズ大象へをもっと詳しく木村拓也がラジオで中井正宏には触れずスマップ曲を語る泉ピン子が中井正宏の会見めぐり的外れな発言 TBS に苦情の声爆大田光が木村拓也のコメントに見解 A 信仰が深いタレントの中井正宏47が3月いっぱいでジャニーズ事務所を退社することを発表したことに言及した 中井は会見で対処の決断について、どなたにも相談せずに一人で決めました。誰にもです。相談するといろんなことを言ってくれる。その期待に応えられるかもわからないですし。自分の中で懸念があったので、すべて一人で決めましたと発言。松本の名前が上がると、この人には言っていたのに、この人には言ってないってなるのもあれなんで、事前に言った人は本当に少ないです。 仲の良い友達にも言ってないですし、それこそ本人しかわからない距離ってありますから。あの人に言ってないのはどういうことだって思われるのも別にいいかなぁとと話していた。中井からコメントを託していたこともあり、松本のコメントが注目松本は結構前からどうなるかわからないけれども、一回一人でやってみたいな、みたいなことを言ってましたよ、とコメント。 不安もいっぱいある。それも面白く楽しもうかな。みたいな感覚なんじゃないですかねと続けた。お昼ぐらいにショートメールは来てたんですけどと告白。彼、ちょいちょいやるんですけど、漢字間違えてるから何を言うてるかわからなかった。よくわからなかったけど、どういう意味かなってく何かは来てはいたと明かした。